ダラム城はイギリスダラムにあるノルマン様式建築の城。1840年より全体がダラム大学学生寮となっている。城はダラム大聖堂と共にウェア川を見下ろす丘の上に立つ。城の原型は11世紀にイングランド王国北部においてノルマン朝の勢力を投影させるために建てられた。1066年のノルマンコンクエストの分裂に従い、野蛮で移り気なままの北部イングランドの人口増加があったためである。城はノルマン人が好んだ初期モット&ベイリー型城の秀逸な例である。ダラム司教の政務所としての城の所有はアングロサクソン時代から封建的な領主司教であった。ダラム司教を味方につけて、王家の権力を振るおうとした王によって許可されたものだった。城はダラム司教座となった。ベック司教の大広間入口城は、ダラム司教がビショップ・オークランドに司教邸宅を作るまで、ダラム司教の司教邸宅であった。城はダラム大学学生寮に転用された。城内には14世紀初頭に、司教アントニー・ベックが作った広大な大広間がある。15世紀終わりに司教リチャード・フォックスが縮小するまでイギリス最大の大広間だった。しかし今も高さ14メートル、長さ30メートルの広さである。ダラム大聖堂の正面から見たダラム城1837年、城は司教エドワード・マルトビーにより学生の住居として新設されたダラム大学へ寄付された。ダラム大学学生寮と名付けられた。建築家、アントニー・サルビンが原型平面図から荒れ果てた要塞部分を再建した。1840年に使用が始まり、城は今も100人以上の学生が住み、その大多数は要塞部分に暮らす。大学の学生と職員は食事をベク司教の大広間でとる。大広間の地下室は、もっぱら在学中の学生が第一に利用するバーを備えた談話室となっている。二つある礼拝堂は今も使用されており、どちらも施設としてまたは演劇活動に利用される。その他の施設には大学図書館、大学事務室などが含まれる。学生寮が休暇に入ると大学は木内の部屋を会議やホテルのような宿泊施設として使われる。一般人が城に入る手段はガイドツアーだけに制限される。これらのほか、大学の限られた職員や休暇で呼ばれた客人が城を訪問できる。ダラム城入り口要塞部分から城を眺める大学は、木内の2つの礼拝堂を広範囲にわたり使用している。一つは1078年頃建てられたノルマン様式のノルマン礼拝堂、もう一つは1540年に建てられた。タンストールズ礼拝堂である。ノルマン礼拝堂は、城の中で入れる部分としては、最古のものである。現実には、アングロサクソン建築だが、礼拝堂を建てようとして、アングロサクソン人労働者が建設を強いられたためで、ある。15世紀、礼拝堂内の3つの窓は、要塞部分拡張のためすべて塞がれた。要塞部分から出入りする通路として使われ出した1814年まで廃棄されたままだった。第二次世界大戦中、礼拝堂の元来の使用法を理解した上で、礼拝堂はイギリス空軍の司令部と監視所として使われた。戦後すぐに礼拝堂は聖化され、今も大学によって集会の場として使用されている。タンストールズ礼拝堂は、先のノルマン礼拝堂よりも大きいことから頻繁に使われている。個人司教とクルー司教は17世紀後半に礼拝堂を拡張した。礼拝堂後方には16世紀の数隻ある特面室がある。これらは長時間経ったままの人が髪型にカーブした席の出っ張り上で休むことができるよう設計されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。